ます。こんにちは、こんばんは、海野です。まあよかったら名前を覚えてください。覚えなくてもいいです。だけでやってきます。今回は、まあ、これ多分最近撮ったんですが、白茶、ムースみたいなやつですね。白茶ソーダそうです。白茶泡ムース洗顔。長い紹介が長い。で、いろんな別の動画で撮ったんですが、ちょっと、諸事情によりまだ出せていないので、もう一本撮ります。あと、最近マイク買ったんで、そのマイク使いたいなと思って撮っています。じゃあやっていきます。声なし版も投稿予定です。じゃあやっていきましょう。
した音みたいな感じになっちゃってちょっと違うかなっていう。
というわけで、ここからはおまけパート。というわけで、ちょっと掃除したいと思います。普通に喋るんでね、普通に喋ったり喋んなかったりするんで、うるさいなと思ったら切っちゃってください。お願いします。寝てる方はごめんなさい。まあ、寝てる人は多分ね気づかないと思うんですが、ごめんなさい。ちょっと手がベタベタすぎて、触るものすべてがベタベタして滑ります。この感覚すごい嫌じゃないですか。ハンドクリームつけた後とかすごい苦手なんですよね。なんかわかるかこの感じ。髪のアウトバストリートメントとかオイル触った後に手洗わない人無理なのと一緒なんですよね。化粧水使った後も手洗いますから。いや、まあ、でもまあこの後サムネイルを撮んないといけないんで、ほどほどに拭くかな。いや、今日の動画意外といい感じに撮れたんで、いい音のバードがあったら教えてください。また撮ります。よし、あとはやっぱりエタノールさんを使ってね拭いていきましょう。コットンもいっぱいそこに置いておきました。あ、ちょっとミスってかけすぎました。エタノールで手拭いていいのか分かんないけど、手も脱脂しとこう。この時期なんでね、あんまり良くないと思うんですけど、冬なんで。いや、きつい。エタノールさんで、ちょっと耳拭いていきます。これやっぱ喋りながら動画撮るのはいいっすね。楽しい。楽しんで撮る。今回は全然なんでおまけパートを作ったかっていうと、全然本編中喋ってないんで、なんか声ありとして、まあ全部カットして声なし出しちゃえばいいんですけど、それもなんか味気なかったんで今喋ってます。ごめんなさい。あ、ちょっと待って、今の音いいかもしれない。できそう。パウダーの動画とかを撮ればということを考えて普段撮影してます。ちょっとエタノールつけすぎたことにより非常に手が気持ち悪い。料理とかする方は肉とかを触った後に手洗わずに別のとか触りたくなくないですか。あれに似てます。まあ鶏肉とかの場合あれだけど、逆に食中毒的な意味であんまり良くないと思うんで。食中毒わかんない。だから多分みんな洗ってはいると思うんですけど、最終的に包丁を持った時に全部のヌメヌメが返ってくるみたいな、嫌じゃないですか。あれはすごい嫌だ。ただその物がベタベタするのは、まあ、コントローラーとかリモコンとか嫌ですけど、スマホとか。でもそれほど潔癖ではないって、むしろ汚い。ただ他人が触ってとかあんまり無理っすね。てか他人のやつ許容できる人ってあんまりいないんじゃないかな。皆さんは潔癖についてどのように考えてますか。他人が、自分の場合は他人がなんかこう親しい仲だったらいいけど、正直あんま親しくない仲とかの人のなんか触った、ベタベタ触ったものとか、自分のものとかをすげえベタベタ触られたくはないですね。本当の他人には。とかまあトイレとかは仕方ないけど、ちょっと考えちゃう、変なそのここなんかあの人があれやったとこだみたいな考えちゃうとダメなタイプです。で考
えちゃうタイプです。皆さんはどうでしょうか。自分は変な妄想もしなくていい妄想を繰り返して、こう頭の中でうわなんか汚いってなっちゃう人ですね。自分の汚いものとか全然大丈夫ですそれもどうなんだって話ですけど、よし綺麗になったかという感じで、動画はこんな感じで終わりです。おまけの最後まで見た人はねのコメントも追加しとくか、コメントってか書いてほしい。で、自分の汚いものは、最後に見た人は自分の汚いものは大丈夫、人はダメ、自分あ人はダメ自分あじゃあ人に厳しく自分に優しくとコメントがいきましょう。人に厳しく自分に優しく最悪の野郎じゃないか。というわけで、まあ、暇だったね。最後に見た方がいたら書いてください。お願いします。声なしパートも上がるんで、お楽しみに。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、海野でした。おやすみなさい。じゃあね。これこそ、真のジャーネだ。